着いた。ここが八重堂や。八重堂の人、あ、いた。新谷おばちゃん、クレイの知ってる人。おばちゃん、誰が私をおばちゃんだって。ああ、白亜先生が連れていた妹ちゃんね。クレイちゃん、今日はどうしたの。新谷おばちゃん、手伝ってほしいことがあるの。ドドコの物語を印刷してみんなに見せてくれないかな。ドドコ、もしかして妹ちゃんも小説を書いてるの。ドドコっていうのはその物語の主人公かな。いや、ちゃうね。ドドコっていうんはほんまにいてる存在やで。ほら、これがドドコや。わからないわ。じゃあオイラたちが説明するぜ。なるほど。その願いに応えてあげたいのが山々だけど、ごめんなさいね。姿の彩り祭における個人作品の印刷委託はもう期限が過ぎてるのよ。それってドドコはみんなに会えないってこと？ごめんね、クレイちゃん。クレイちゃん、そんな悲しむことあらへんで。まだうちと旅人がおるやん。うちらが方法考えたるわ。その、新たにさ、本当にどうにもできひんのか？モラならいっぱい出すで。印刷の人手が足りひん言うんやったら、うちらが手伝う。宵宮さん、お気持ちはわかるけれど、これはそう簡単に解決できることじゃないのよ。今回私たちが個人作品の印刷まで手伝ったことで、多くの本の印刷が遅れてしまったの。最近は印刷工場も大急ぎで遅れを取り戻そうとしてるわ。だから本当に無理なのよ。どうしよう、本当にどうしようもなさそうだぞ。いや、諦めさせたりせえへんで。うちが子供の頃、父ちゃんが祭りに連れてってくれる言うたのに、仕事が忙しすぎて忘れられてしもたことがあんねん。いつになったら父ちゃんはうちを連れてってくれるんやろうってずっと考えて、祭りに参加した人がどんどん帰ってきてもずっと待ち続けとった。その夜、うち大泣きして。そんで今でもずっとあの時どれほど悲しかったか覚えてる。うちはクレイちゃんにそんな思いさせとうないんや。印刷できひん言うんやったら、うちはうちのやり方で最善尽くしたるわ。だからうちは自分で書く。この何日かを使って書けるだけ書いて、姿の彩り祭に持ってく。ふふふ、宵宮のその譲らぬ姿勢、わらわはとても気に入っておるぞ。ミコ、それにアルベドも。状況は相分かった。申し訳ありません、八重様。よい、分かっておる。汝はただ決まりに従ったまで。それに印刷の進捗も確かに芳しくはないからの。じゃが八重堂は人々に夢と喜びを与える存在じゃ。かわゆき目の子の願いすら叶えられぬなど、みっともないことこの上なしじゃ。そうじゃな。うむ、わかった。宵宮、そして目の子よ。主らの作品を印刷させてもよいが、ちょっとした代価を払ってもらうぞ。それでもよいか？宮司様、代価なんてとっくに覚悟してます。もったいぶらんと言うてください。まったく、何も恐ろしいことではあるまいし、わらわを鬼ババのように言うでない。わらわが言いたかったのは、今から印刷をするには一つしか手段が残っておらぬだろうということ。それは他の印刷物の余白に付け合わせ印刷をする方法じゃ。じゃが現状、反面にはもう角しか印刷できそうな余白が残っておらぬ。その本を入れるには
大きさを半分にする必要があるぞ。そのような犠牲を何時らは受け入れられるか。クレイちゃん、うちらの本を半分までちっちゃくしたら宮司様が印刷してくれはるらしいんや。それでもええか。いいよ、ありがとう宮司様お姉ちゃんこの子はなんと可愛いんじゃ。ならこれで決まりじゃな。新たに今晩の印刷に間に合わせよ。はい、今すぐ手配してまいります。付け合わせ印刷をすることは確かに可能かもしれないけど、印刷工場にはきっと迷惑をかけてしまうだろう。本当にすまない。気にせずともよい。この小さき手助けはクレイちゃんへの手土産じゃ。それにこの先も八重堂からは何時に挿絵を頼むことがあるじゃろうからの。白亜先生、これはわらわの投資だと思ってくれて構わぬぞ。さて、これ以上何時ら兄弟を邪魔するのもあれじゃし、わらわは先に行くぞ。よし、これで完璧に解決やな。あとは八重堂からの言い知らせを待つだけや。宵宮に旅人、まさか二人がクレイにこんな楽しい思いをさせてくれていたとは。本当にありがとう気にせんでって。うん、分かっているよ。クレイは僕の大事な家族だからね。